ヘンタです。こんばんは。なんかちょっと録画をミスってしまいました。すいません。で、思い切ってセーブしないで消してみたらちょっと戻った。でね、確か、あ、そう、ここ、ん？あ、来た、ここがね、崩れんのよ。めっちゃ危ない、めっちゃ危ない。帰ろ。なぜか速攻でやられたわ。こんな感じで死ぬんだ。あー、いたいた。その人に話しかけて、確か前回終わってます。なんで本当にこっからだね、ほぼほぼ。あー、ライフ半分になっちゃったらもったいなかったな。ちょっともうちょっと余計なこと考えないと。助けに来てくれたんですか？もちろんですよ。よかった。一人取り残されてどうしようかと思ってました。いや、あの崩れっぷりで、むしろ他の人どうやって逃げたんだろう。窓から飛び降りたとしか思えんよ。他の人は？他の人は？無駄にかっこいいな。私、この会社に就職面接を受けに来たんですけど。あ、トイレに入っている時に地震が起きちゃって、開かなくなったドアに悪戦苦闘しているうちに、なんか社員っぽかったけど違うんだね。いなくなっていました。降りようにも通路が途中で塞がっていて。みんなね、すぐ逃げちゃうよね、こんなんがあったらさ。いやー、でもなんかこれ言っといた方がいいかもしんねえな。使えるものがないか調べてみよう。使えるものがないか調べてみよう。あ、はい、わかりました。なんかちょっと嫌そうじゃね。どういうこと？あ、同行するパターンか。なんかでもあんのかな。なんかチラッと探したけど別になんもなかったんだよね。カメラあんまり後ろ向けないからさ。いやー、見づらい見づらい。え、恐怖すぎるだろ。え、何、急げってこと？違うね、視点が変わっちゃった。無理やり一日を視点になったな。てか、女の人どこ行った？うわ、いねえんだけど。わー、絶対こっちでしょ。来た。いやー、いい感じに壊れたね。てか、マジでついてきてね。まあ、いっか。特に絡みないし。いや、ついてきてんのかよ。いきなり現れんのやめろ。しゃがんだ状態でじっくり顔見ようと思ったのに。あ、真横になってんすね。怖すぎます。さあ、新エリアだ。これ飛び降りる感じなのかな。いや、そういうことはできない。そういうアクションは搭載していないようです。じゃあどこ落ちたり、あ、落ちたりしないのって安心だね、本当に。もうダークソウル感覚でいたわ。落下しないってなんて安心感なんだろう。あ、どっかの窓が開いてんだ。違うかな。あー、開いてんね。S ある。こんなとこに S あんの。え、割れた窓ってことはこっちも行けるってこと？え、あ、え、やべ。おーい、俺は S 行きたかったのに。最悪だよこれ。うわー、こっち来ちゃったー。え、これ戻らなくね。え、やべ、超余計なことした。あー、よかった。いけ、いつ来たんだよ、お前。いつ来たんだよ。ちょっと待って、さっきのなんで俺 S と、ん？どんどん落ちていく。あ、アイテムある。リュッ
くかな。あ、洋服だ。嬉しい、これは。これは嬉しいよ。早速着替えよう。ちょっとさすがにね、スーツでこの街突破できないよ。きつすぎる。ちょっとこの会社に出勤してた誰かの私服なんだろうけど、もらってくぜ。もういいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あれ、これしゃがんでどうやって歩くんだろう。長押しか。外に出られそうな窓。よし。いや、出ますよ。タイトルから VR モードがプレイできるようになりました。あ、VR モードあんだね。俺、買った時全く見てなかったから。あ、どうしよっかな。ビルの中に取り残されていた女性と横倒しになったビルを降りて、窓から外に出た。これ今回ちょっとそのまま続けよう。まだそんなに始まって経ってないんで、もうワンクールぐらい進みたいね。ちょっとしばらく積んでたからもうちょい進めてえわ。ここまで来れば、大丈夫ですよね。大丈夫ですよ、きっと。大丈夫かよ。無防備すぎんだろ。頑張ろう。そんな彼女を見て、僕は。またこれかよ。こいつ女見るたびに、なんか思うやん。なんか思うっていう。なんか感想を言うんだね、いちいち。いやまあ非常識なやつだなとは思うけど、まあそもそも状況がね、非現実的なんで。よっぽど疲れてるんだな。ああ、いいね。主人公私服の方がいいよ。私、笠原弥生って言います。ああ、重要キャラっぽいな。あなたの名前教えてもらっていいですか。いやーこれどうしよう、出た。これ前回もね、女性主人公で魅力的なオーラを発しながら名乗りやってみたんだけど、すげえ気持ち悪かった。あー、ちょっと気取っていくか。やーばい。いや、そんなに気取るとは思ってなかった。その手の形はなんだ。素敵な名前ですね。意外と受けが良い。私もう少しここで休んでいきます。イケメン補正でなんとか切り抜けたな。すごく大きな地震みたいだけど気をつけてくださいね。え、何、もうお別れなの。これ絶対また会うだろう。じゃあ俺も就活生ってことにしとくか。お互い就職が決まるように頑張ろう。めっちゃいいやつ、ね、頑張りましょう。スーパーいいやつ。なあ、気取りすぎなんだよね。そこまでもう気取った、もういいから別に。もう気取った回終わりだから。さあ新ステージだ。あ、なるほどね。ここで体力回復すんだ。いやー、マジ体力管理考えないとだな。ローディング挟むとこまで進めないと体力回復しないっぽいからね。で、あっちは火事と、あ、 S あんね。 S 寄っとこう。はい、とりあえずね、アイテムを増やしたい。持ってるものが少なさすぎる。車がある方が足にもといて。あれ、お前ら来てたの。あ、ちげえ、あいつらじゃねえ。翡翠学院の生徒だ、普通に。ここにもいますよ、人が。比嘉先生呼んでこないと。人立ってんな、普通に。この店入れると見た。お、ガラスにひびが入っており、かなりもろそうだ。大きな衝撃が加わると割れてしまうかもしれない。ってことは、車だ。違うかな。大きな衝撃？アイテムは、ないよな。あ、しかもなんか知らないうちにキーリング持ってんだけど。いつ手に入れたのこれ。いつ手に入れたんだ？え？あ、
鍵をさ、あの、1個ゲットしたからか。あ、なるほどね。さあ、あそこで何かをすることは明白だな。あとは何を持ち出すかだな。車が一番いいような気はするけど。もうダメか。どうすれば向こう側に行けるんだろう。強い衝撃があればか。あ、大きな衝撃があればか。こっちのショールームさ、いけんじゃねえ。こんなことに。絶対ガラス割れてるっしょ。あ、いけるいけるいける。あ、やっぱここだ。そうだと思ったよ。なんだなんだなんだ。くそ、繋がらない。ここまで来てたどり着けないとは。うわ、イライラしてそうだな。霧島様、いかがですか。ダメだ、相馬にも中西にも連絡が取れない。名前いっぱい出てくるな。これはどうなってるんだ。怪しいぞ。皆さん、あなたの留守の間もちゃんと会社を守ってくれていますよ。本当にそうならいいんだがな。あの二人が一番信用ならんのだ。信用ならないんかい。とにかく会社はすぐそこだ。何としてもたどり着くさ。ああ、なるほどね。車を買いに来てたわけだ。えげつな。ぼーっとするな。おい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 、どうしますかねこいつ。悩むね。よーし、お金もらえたりしないから。ワンちゃん、これ流れに任せて当たり風に行くわ。いったー。ふん、ぶつかられて転ぶやつは所詮その程度ってことさ。相馬と中西もお前のことはよく思ってねえ。俺の邪魔をするやつは皆弾き飛ばすまでだ。ああ、このタイプ絶対死ぬ。大丈夫ですか。絶対死ぬわ。ああいうタイプは絶対死ぬからね、物語の中で。さあ、気を取り直してね。あの方はここから南に行ったところにあるレストラというIT 企業が経営されている方です。なんかそっち系な感じ だったよね。根は悪い人ではないのですが、事業の方で緊張が続くようで、時として乱暴な態度を取ってしまわれるのです。そんなさ、事業が緊張が続くとかでさ、関係ない人に乱暴な態度を取る理由にはならないからね。はい、そうだとしてもあの態度はないな。僕もそう思います。あなたのおっしゃる通りですが、今日のところはおー、このか、あ、このディーラーに結構金を入れているようだね。大きな自信だったようですね。その雰囲気。ここも随分派手にやられました。とりあえず1台借りてってもいいですか。あなたも気をつけて。俺これからあのガラスに突っ込みたいんですよね。動く車探してんすよ、動く車。あー、この大きいの良さそうじゃないですか。ダメかな。責任者さん、ん？あー、なんだ、ちょっと大事かもしんない。うわー、これ霧島さんの経営してる会社行くことになりそうな気がする。いや、大変なことになったのはさ、もうさ、見ればわかるさ。まあちょっと上行けるみたいなんで。ああ、女性用トイレね。いくら震災だからっつってさ、そういうことはしないよ、俺は。さあ、アイテムは落ちてないか。洗面台。髪型を変更する。あ、そういう機能がついてんだね。しばらくはこれでいいや。髪型に関してはね、あんまり不満はない。ここはトイレだけのスペースか。何が、あ、まあ、営業中止なのか。コンタクトか。見つけてみる。いや、いいや。ちょっと中、失礼します。こいつのこと誰か止めろよ。誰か止めろよ、こいつのこと。まずいでしょ。普通に侵入してってるけど。武器を探しているんですよね。どうすかね。
どうです？あれ今人いたよな。あ、重なってた。はい。いや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 、客だって分かってんだったら止めよ。マジで。あ、防災マニュアルね。